岐阜貨物ターミナル駅は岐阜県岐阜市今峰4丁目にある日本貨物鉄道東海道本線の貨物駅。新南洋駅とともに着発線200方式を初めて採用した駅であり、駅構内に着発線200方式発祥の地とした石碑が建っている。従来岐阜駅で行われていた貨物の取り扱いを同駅の高架化工事着工に伴いそれを移転する。 形で開業した。同時に、旅客駅の西岐阜駅も開業した。着発線は4本ある。1本は上下本線の間に抽線として存在し、残りの3本は本線の南側にあり、本線側から順に折り1番線、着発1番線、着発2番線となっている。着発1番線、2番線はコンテナ2役線となっており、その間に一面のコンテナホームがある。 ホームの長さは450メートルほど。着発線から数本の留置線や引上げ線が分岐する。駅構内東端のすぐ東側は西岐阜駅となっている。総面積5万3000平方メートル。ホーム西端から着発2番線を構内踏切で渡った場所に駅舎やトラックプールがある。以下は2014年3月15日改正時点の状況である。 停車する定期列車は、コンテナ車で編成された高速貨物列車のみであり、下り列車が1日11本、上り列車が1日9本停車し、荷役作業を行う。行き先は、下りが、新潟貨物ターミナル駅、広島貨物ターミナル駅、福岡貨物ターミナル駅、熊本駅、上りが、名古屋貨物ターミナル駅、西浜松駅、東京貨物ターミナル駅、 仙台貨物ターミナル駅である。蒸気列車とは別に、名古屋貨物ターミナル駅との間で1日1往復が運行され、1日1本名古屋貨物ターミナル駅、東駅折り返し札幌貨物ターミナル駅という区間を走行する列車もある。以上の列車のほか臨時列車も設定されている。国道21号の北約800メートルに位置し、接続する岐阜県道173号。 モンジュチャやニッタが校構内をアンダーパスする。日本通運や納費倉庫運輸などの通運事業者が多く集まる。ありがとうございます。